ハープサルの風景。ハープサルの思い出作品には、ピョートル・チャイコフスキーが1867年に作曲したピアノ組曲。作曲者初の連作ピアノ曲集である。1867年の書をフィンランドで過ごそうと弟のアナトーリと共に出発したチャイコフスキーであったが、資金難により妹、アレクサンドラの義母を頼ることになった。 その場所は当時ロシア帝国領であったハープサルであり、弟のモデストが滞在中だった。本作の名称は同地滞在中に作曲されたことに由来する。曲はアレクサンドラの義理の姉妹にあたるベラ・ダビドバに検定されている。ダビドバは同地でチャイコフスキーに夢中になるが、その恋は人嫌いの彼が自分を責めただけに終わった。第2曲。 スケルォの初演は1868年2月27日に、ニコライル・ビンシテインによって行われている。指揮者のマックス・エルトマンス・デルファーは、第3曲、無言歌にオーケストレーションを施している。チャイコフスキーもこれを気に入っており、自らの手で指揮を行ったほどであった。約12分。組曲は3曲のピアノ商品からなる。重い足取りで荒れ果てた城の情景を描く。 フレイ1中間部は、アレグロモルト6、16拍子に転じ、陽気な盛り上がりを見せる。カデンツァ風の技巧的パッセージで中間部を終えると、フレイ1が回帰してそのまま静かに閉じられる。ロベルト・シューマンを連想させるようなスケルツォ。過去に作曲した作品を元にしている。フレイ2により、軽やかに開始する。フレイ2トレモロが印象的な中間エピソードを挟んで、 フレーニが繰り返されると変異蝶々のトリオに至る。スケルツォへと復帰し、最後はクワジアンダンテで一度勢いを抑えてから冒頭のテンポに戻って駆け抜ける。広く知られた本作は作曲者の最初の成功作ということができる。穏やかな雰囲気に開始する。フレーサンフレーサンを繰り返した後、その中の16分音符の音形を用いた展開を挟んで、 再びフレイさんを奏する。二つのセーブがカノン風に掛け合いを行う、二短調のエピソードが続き、最後はフレイさんを改装しつつ、弱音で組曲に幕を下ろす。ありがとうございます。